はい、じゃあ円賀寿さん、はい、先ほどの対戦だとまだちょっと本気を出してないと、その中継座の本領を、コンボが、よし、じゃあもう一回見せてもらおうじゃないか、はい、よし、こうやって徐々に勉強していこう。はいはい、よし、たけちゃんもよく勉強するように。はい、僕は生徒なんで。はい、そうなんだ。安心よ。一人設置じゃない、分かんない分かんない。いやもう、最初グーじゃんけん、ほい、あ、負けた。はい、円賀寿さん、円賀寿さんあれだもんね、はい、店舗代表だからね、なんせね。8秒です、いきます。ドロー。でもそんな誇れるものじゃないですよ。じゃあこれ置いてターンエンド。威張ってるね。エリア戦では頑張ってください、ぜひ。はい、じゃあチャージしてターン終了です。はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあね、はい、先にこれを置いて2マナ、はい、バクマル君出しておきます。はい、ターンエンド。じゃあドローもあります。はい、じゃあプリンチャージして、はい、3コストで白米断尺、うんうんうん、ワンブーストしてで回収できるけどしません、うん、終了で。はい、じゃあ置きます。じゃあドロー。さっきの感じだとこれ使えなそうな気がする。アワンですわ。3マナ、はい、ヘルミッション置きます。はい、あ、そしてヘルミッションは、あ、いやいや、バグマル君は2周目なんでアタックします。ここで、うん、どうせさハムカツなんだ。あれ、最後なんか出たよ。3000以下のクリーチャー全て破壊します。やられました。じゃあターンエンドです。バクマル君破壊される。あ、そう、ワンドロー、ありがとう。ありがとう、ワンドローもあった、うん、バックでドローもあります。じゃあ超次元スイコンをチャージして、はい、2コストでフェリーライフ、うん、ワンブーストします。もう順調にね、もうとりあえず伸ばすと。3コストでじゃあモルガラ召喚で、はい、終了。それは何だ。ああ、さっきのか。さっきの破壊されたら、そうですね、破壊されたら3枚ドローできる効果と、ブロックされない効果と、まあいいよ。アタック、クリーチャーにアタックできない効果です、ね。分かった。置きます。はい。もうでもいずれ破壊しなきゃいけないんだからしょうがないよな。そうですね。ドロー。じゃあこっちを置いて。はい。1マナ。はい。デスマーチ。デスマーチか。はい。うん。バクマル君に乗ってやってきた。そして1マナ。デスマーチだ。またか。また2枚だ。よし。強いな、それは。そして、こいつ無視していけばいいんだ。デスマーチで1枚ブレイク。はい、じゃあ。デスマーチで1枚ブレイク。よし、何もさせねえ。ターンエンド。アンタップドロ。これ何マナ溜まったらもうやばいの。チャージ7マナですかね。7マナ溜まったじゃん今。あれ溜まったな今。ん、溜まってるんですけど、ちょっとカードがないまだ。そうですね。よし、2コストでピクシーライフ打ちます。はい、うん、でワンブーストして、うん、あー、ポクチンか、ポクチン。じゃあ無色カード回収できるんで、うん、あ、でもいや、ポクチン回収しようって思ったんですけど、はい、やめます。はい、わかりました。で、これどうしようかな。強気に俺も殴っていこうかな。お、いいよ。今度はスパイナーだから。今度はたけちゃん画面全部映ってる。これはお願いします。モルガラが半分しか。あ、そうなの。この辺はこっちなんだ。はい、うん、はい、いいよ、うん、あ、それだけです。うん、やっぱ、いや、なんだよ。ロストで、はい、ダイナマススクラッパー、これ今度は手札から置きますね、うん、はい、で、効果で相手のクリーチャーを6000円以下になるように、マジか、合計が6000円以下になるように破壊するんで、うん、じゃあこれで2000で全滅だ。やられた。半終了で。はい、じゃあ置きます。はい、ドロー。いいや、4マナ、これだ、ブラック V、うん、そして手札を、まあ、いっぱいあるからいいだろ、1枚ぐらい捨てなさいと言いながらこうだ。どっちか使いますか。まず手札を1枚捨てるのは先だね、はい、その後にマイナス、そう、じゃあ破壊されたんですか、うん、先にそれね、うん、いやでもきついな。で2枚だな、はい、うん、うわー、マジか、何マナですかね。いい、え、あ、俺、うん、まだ4マナしかないよ。あ、そっか、それか、アワンデスみたいなやつだ。これ普通に負けたなくて。よし、よし、手札1枚ですか。1枚ですね。大事な1枚です。いや、ダメだな。まあ一応一応使うか。爆災後で相手の
カードを1枚マナに送る効果を使います。1枚だけなの？カード1枚だけなんで、ね、はいはいはい、ゾーンをじゃあマナゾーンに送る。これをね、そうですね、ブラック V だけ残っちゃう、うん、で、ターン終了ですか。あ、僕は終了です。あ、俺のターンだった、すぐ忘れてた。ブルードローもらいます。厳しい。うん、厳しい厳しい。あの手札がスピードアタッカーじゃないことを祈るしかない、うん、ああそうか、これは処理できるけどってことなの。うん、そういうことですね。まだシューゲイザーが出てこないんだな。いい方向をチャージします、うん、スピードアタッカーだったら負けるんだけど、スピードアタッカーだよ俺は。もう大体スピードアタッカーだよ。そうなんだよな、うん、リスドライブとか見てないもんねまだ。今日見てないよ、まだディスプライ。じゃあ、シット召喚してターン終了です。ほう、置きます。こいつはブロッカーで、相手のターン中は選ばれない効果を持ってます。へえ、わかった。マイナスいく、急戦とかもできないんだね。そうですね。ドロー。まあいいや、よくわかんないけど、いくぞ。ゴマナ、リバイブホール。負けた。強い。どうぞ、まずクリーチャー1体回収できますね。どっから？こっから？どっちか、はい、あ、そうなの？あー、そう。じゃあまあでも、いいやいいや。じゃあデスマーチをもらう。進化でもいいの？はい、進化じゃないやつ。進化でも大丈夫です。はい。そして、これのリバイブホールの効果で、ガイアルカイザーがやってきた。はい。そして、これはどこ？それは墓地です。墓地行った。スピードアタッカーです。はい。アタック！一応、ね、ああ、そうかそうか、やられた。そう、じゃあ、これで手札を1枚捨てなさいと言いながら、ダイレクトアタックです。はい、負けました。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、ガチョに勝った。いやー、はい、難しい。じゃあ何、もっともっと急いで、7マナ溜まる以前にやっつけるようにすれば大丈夫。うん、そうですね。そうか。よし、わかりました。エンガチさん、ありがとうございました。はい、やったー、勉強になった。